おはようございます。9時半。昨日、飲み会で、かれこれ帰ってきたのが、夜中の1時とか1時半とかだったので、まあ、このくらいまで寝るとは思いましたけど、まあでも、十分寝れたんで、よかったんじゃないでしょうか。気温は4度です。なんか、雪が、ところどころ、昨日とか全然雪なかったんですが、結構雪が積もってる車とかもあって、雪降ったんですかね夜中。でも今は完全に溶けて、雨というか路面が濡れております。今日はこれの飲んでみます。ドルチェグストのチョコチーノ、めちゃくちゃ美味しそうなんだけど、このミルクカプセルとコーヒーカプセル、それぞれ同じ量くらいだそうです。さて、朝ごはんです。これ何パンなの？なんだろう、ハムマヨとか。ハムマヨパンで、生メロンパン。これ全部ファミマです。へえ。で、あとドルチェグストのチョコチーノです。あとお父さん、ちょっとこれ気になるな、飲んでみよう。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいチョコチーノ。うん、本当になんかチョコ溶かしてミルクと混ぜたような感じで、めちゃくちゃ美味しい。甘いのが欲しい時にいいですね。めっちゃ美味しい。クリームの量が多くて、生クリームメロンパン、クリーム多いの幸福度高いですね。そうやってさ、いじるから攻撃してくるんだよ、ポーさん。諦めた。あ、もう、ちょっと今日濃いめに入れてみました。じゃ、この半分残しておいたメロンパンといただきます。こりゃ。ポーさん、どこかじってんの？こりゃ。悪いことしてます。洗濯機見てきな、ポーちゃん。洗濯機やってよ。あ、だね。あったあった。汚いな。はあ、一回片付けないと。すごいですよね。この丸いのがセンサーらしくて、前だけで、ここ、ここ。あ、ここにもついてるのか。あ、そしてサイド。だから、フロントだけで6つ。で、この前の雪はどこについてたの？こいつと、こいつと。こいつ、この角だけで3つあって、これが逆側にもあるから、フロントだけで3つ、あ、6つ、そして後ろ2個、後ろにも2つあるので合計8つのセンサーがついてるっていう。すごっ。4つついてんの？じゃあ全部で10個。あー、すごっ。あ、そうなの。あ、そっか、車が来た時になるもんね、ミラー。こっちにもついてる。いっぱいついてるから、便利だけど、全部きれいにしないといけないの。ああ、パッと見10個以上はセンサーついてるっていう。やば。これ、このマーク、マスカル。郵便局、混みまくりです。さあ、出れるか。あとは、やっぱこういう時小さい車で良かったなってなるよね。逆から、さすがアクア、やっぱ小さい車はこういう時快適だね。
なんと1台もいないという。福島屋にするか、うん、さて福島屋です。本当にねここの煮干し中華は美味しいんですよ。最後に来たの9月かなだと思いますが、ここに来たら間違いなく煮干し中華です。ここでしか食べられない。いやー来ました、煮干し中華。これが絶品なんですよ。いやうますぎる煮干し中華。来ました、あえ玉。これを残ったスープに入れて食べるのが最高ですね。これも下に煮干しのタレが溜まってるので、これ単体でも美味しいし、つけ麺みたいにこの残り汁につけて食べるのもすごい美味しい。いやペロッと完食です。うまかった、うん、いやさすが福島屋、美味しかったです。あ売り切れちまった。あ閉めなかったか。エコパス欲しいのかな。わー、今月の出た1月。うん、うまっ。これ気になって買っちゃいました、みたらし団子パフェ。めちゃくちゃうまそう。うわうわすげえ。綺麗だね。ねえすごい、確かにみたらし団子だ。ここにあの断面図が書いてあるんだけど、すごいこのみたらしの団子の周りについてるあれがタレみたいなのがそのまま入ってる。で下のなんていうんだろうね、あの下にクッキークランチが入ってて、それと相まって美味しい。あとアイスの感じも美味しいし、本当だ本当だ、美味しいです。あと餅も入ってるんだね。すごい、もうこのままこのまま食べてるっていう感じ、このままかじって食べてるって感じです。硬すぎてスプーンが通らない。かなり食べるのが難しいですけど、いろんなのが入ってて美味しい。うまいよ。餅がいい感じですね。中和してる。めちゃくちゃ車多いです。家族はこのまま買い物に行くみたいなんですが、私は、途中で一人で帰ります。怒んないでね。おはよう坊さん。ということで夕方になりましたが、サイクリングに行ってきます。おお、なかなか綺麗。今回自宅に手袋忘れてきちゃったので、家族に借りました。今回は忘れずにワークアウト開始しておきます。特に目標はないですけど、結構1時間ぐらい自転車漕いできましたね。こんな感じ。連れてきました、ポーさん。ということで夕飯です。
これは何ですか？カルパッチョ。あ、こっちね。うん、こっちは豚肉炒めです。だそうです。マヨソース味。いただきます。あ、聞いたことある曲でいいの。桃色？本当だ。うまっ。バイバイポンさん。いやー、しかしすごいね。